こんにちは、ゴリラチャンネルです。今日はこれを買いました。どうよ、大君とパパが違うマークで素晴らしい。関薬局で買いましたお絵かきグミランドを今日は作ってきたと思います。クラシエ飼育菓子です。作っていきたいと思います。色をつけて型を抜いて目隠しよう。はい、この3パターンかな、3ステップで作っていきたいと思います。はい、じゃあ開けてみましょう。何が入ってるかな。これは100円台ですか。100円台でした。こういうのってだいたい300円とか。ゴー君もある。はい、58円ぐらい。じゃあまずこれをゴー君、これ型っていうのね。いろんな形があります。ゴー君はイルカ。イルカ。ゴー君とレイ君で型が違いますね。見て、イルカ。あとクジラね。あと船じゃない、これヨットじゃない。ゴー君はお、フォークあんじゃん。なにこれ。レイ君もフォーク。はい、型がありまして、グミの素っていう粉がありますね。入っているもの、トレーフォーク、グミの型、ポイント、グミの素、色の素が3色以上です。これ、それが色なんだって。何色だと思う。それあ、分かった、水色と赤。ピポピポ。それ外して、それを開けると大変なことになっちゃうから、トレーを、自分の方置きまして、ここに1、2、3、4あるね。で、ここが水を入れる場所なんだって。一番下は水を入れる場所なんだって。え？なのでスポイトでトレーの横にある線まで水を入れて、色の素を入れてよく混ぜます。だからお水を1、2、3、4つ入れてください。そう、うん、そう。押して線のとこまでお水を入れる。そうそう、入れてごらん。線があるからそれを超えると溢れちゃうんだって。失敗しちゃうから、ちゃんと、守ってね。線があるの見える。ねこくん、これをここに入れたら水が青くなるって。いいよ。え、入れていい。はい、じゃあまず、好きな色。待って、開けていい。開けてください。ゆっくり開けてください。で、こう見て、粉の色の粉を開けて、1個のお水の中に全部入れる。全部じゃなくてもいいのかな。混ぜたりするから全部入れる。お、ブルーになってきた。こぼさないようにね。ちょっとはしょうがない。終わったらこの上に。美味しそう。え、多分このフォークで混ぜるんじゃない。ここゆっくり、ゆっくりでいいよ。そうそう。もう何色次はね。いちごか。いちごの匂い。じゃあ次は黄色いきましょう。はい。黄色は何味だろうね。オレンジ。オレンジかな。何の匂いが多くの黄色。でフォークを取り出してください。みかん。おう。はい、フォークでよくぐるぐるぐる優しく混ぜてください。あ、ちょっとだけ入っちゃったから。いいよいいよ、しょうがない。優しく混ぜないとね、飛び出て色が混ざっちゃうかもしれないよ、レイ君。ね。かわいい。どう？はい、じゃあ次、これはやらないで、ゴー君はここからフォークを取ってください。フォークを置いてください。はい、フォークで全部をゆっくり混ぜ混ぜする。こぼさない。ポイントで好きな色を作ろう。自分の好きな、足りなかったらもう一回やっていい。そう、自分の好きな色を作ってください。出すときは押してください。じゃあまず青をちょっとだけ入れて、で、ゴー君の好きな紫は青と赤を混ぜるとできるからやってごらん。あ、そんなに入れたらいっぱいになっちゃうから、混ぜてみた。半分ぐらいでいい。混ぜていいよ。一回ちょっと戻す。青と赤だと何色になるかな。ちょっと、ね、ちょっとどいて。はい、で赤を吸って、で、この青のところに入れてごらん。違う丸のところに、それとどうなる。黄色と何色。これちょっと混ぜてみたら紫になる。ほら、じゃあ、あとはいろんな色を作ってごらん。こう黄色と何色混ぜる。ここに8個色を作れるから、ゴーク好きなの。でそれを後でグミにしていく。あ、お皿って結構大きくないとそれ動かなきゃいけないから、うん、グミの素、虫のところにグミの素を入れて粉を平らにして型を粉が黄色になっちゃった。終わり。
これすごい重要なの。すごい大事だって。これをこぼしたらグミができません。え、これがグミの元です。フォークもゆっくり開けて、優しく入れてこれ腰のところです。待って、こんなジブレでいいのこれ、これをフォークで平らにしてください。こうやって平らにして、で一旦全部入れたら指で平らにしてだ、一回全部入れて、そうでグッて音がしたらもういいです。次スポイトを使って、うん、自分の作った色、この色でもここに入れてみてください。あんまりお水を入れるとグミが、あ、上手上手、柔らかくなるからポタポタポタってぐらいゆっくりポタポタポタって。僕も1個だけ色を選んで全部が埋まるぐらいまでいろんな色でやってもらう。へー、で、OK、もう入れすぎるとゆるくなるからあんまり入れないで終わりー、ストップ。結構入れたね、フォーク上手。1分待ちます。え、1分でなんで固まるまで待ってください。まだ触りません。うまいね。じゃあ、フォークもこれで1分待ちましょう。白いとこない？うん、はい、で、なりましたね。そしたら、お皿の上で固まってんの、こうフォークで押して取り出してね。レイ君はなんでそこを触っちゃうんでしょうか。レイ君、ここの上でフォークで押して。僕もこれは手でいいんだよ。手で出してグーって型から外してみてください。ここからフォークを使って外して。どうレイ、お、いくんじゃん。あ、グー君上手。すごいじゃん。じゃあこれは一旦おしまいで、また同じことするんだよ。また粉を平らにして、手で、手で平らにして、手で、そう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 、はい、カニ、それでカニだから何色にするじゃん。ゆっくりね。レイ君ちょっと入れすぎかもしれないから、ポタッ、ゴー君はちょんちょんってできる。あの指をゆっくりトントントンって押したらいっぱい出ないで、優しく出るから。楽しそうだね。めちゃめちゃ上手じゃない。で、そこに落とすときにゆっくりポン。ほら、そしたらいろんな色作れる。そう、あ、薄い紫になった。レイ君、この色使ってもいいんだって。緑、この色も使っていいんだって。え、それ水、あ、本当だ、緑になってる。エビ、カニ、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 ウォー、食べエビ、カニ、見てるんじゃない。うまいの。はい、やってみてください。あ、違うみたいだ。ポタポタポタ、これピンクだな。うまくできてる。ペンギンちゃん、これみたい感じ、これ、うん、お、じゃあ完璧じゃん。レイ君すごい数作ってる。フォークはあと30秒ぐらいかな。すごい綺麗な色。うん、楽しい？楽しい。これをさ、冷やすの？うん、あ、それもできるんだ、うん、グミだから別にさ、いいね、簡単だね。これ、うー、固まってる。お目目が取れちゃった。硬、うん、くて取れない。レイ君、クジラまだ作ってないじゃん。これ作っていい？あー、置くのは高いやね。難しかったね、ちょっとね。オッケー、カラフル。じゃあ今度ははみ出さないようにやってみよう。僕、内側に、うん、ちょっと待って、はみ出さないようにね。入れすぎると漏れてくるからね、下から。そう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 、一番最初にやったみたいにちょっとずつでいいね。レイ君、どれがお気に入りですか？やっぱ一番最初に作ったやつかな。これ、いろいろ作ったね。フォークもラストです。クネみたいにね、やだから。かわいいね、色が。このクジラはゴーなんだよ、真ん中の、かわいくない？ほら、なんかそう、ペンギンの色もかわいいね。このイルカが上手だね。あ、飛び出ちゃった、ね、いいよいいよ。はい、レイ君の最終作品です。あ、音符があるね。音符、イルカ、
これは何でしょう。これはヨットですね。はい、じゃあ食べてみましょう。いい感じ。OK、 できました。どう美味しくないの？レイ君の好きなあのフェットチンネグミじゃないの？どう？うまい。うまい？全然。だからこういう作る系はあんま美味しくないのよ。ね。でも家にはするけどね。遊ぶ工程が楽しい。ママにも作るだ。僕もパパこれ食べて作ってます。どうですか？ダメ。はい。楽しかった人。はい、ありがとう。ありがとう。はい、じゃあ。やってません。